自民党総裁選への立候補を表明している小林隆之衆議院議員が来見し地方から活力ある社会を作り世界をリードする国にすると述べ支援を呼びかけましたしま先月19日に自民党総裁選への出馬を表明した前の経済安全保障担当大臣の小林隆之衆議院議員はきょう群馬県を訪れました そして、群馬4区選出の福田達夫衆議院議員の司会で、県選出の国会議員や県議と意見交換を行いました小林議員は、自民党を変えていくという強い思いのもと、特に経済政策に力を入れ地方から活力ある社会をつくり世界をリードする国にすると意気込みを述べましたまた、群馬1区選出の 中曽根康隆衆議院議員は明確なビジョンが示され強い信念、覚悟を持っている候補新しい党と日本を切り開くのは小林氏だけであると支持を呼びかけました小林議員はきょう高崎市内の子育て世代や若手農家とも意見交換を行ったということです。 福田さん、中曽根さん清水さんまさに永田町でもうもう本当にこう活躍されている仲間であります自らの意思で共に立ち上がってくれた仲間ですのでそうした仲間の思いをしっかりと受け止めて必ずこの壁をです、ね、突破していきたい